ただいまご紹介に預かりました鮎川由美香と申します。今日は土曜日でこのような会場に来ていただきまして、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。ちょうど水木と2008年 G8 サミットNGOフォーラムと外務省との主催で、 シビル G8 というシェルパとの会合というのをやるために、京都に来たので、その延長線上で、ちょっとお話をさせていただければと思います。それでは、1時間、それでは、始めます。昨年、1年間、気候変動が大変 新聞やテレビで多く取り上げられるようになったと思いますけれども、それは一つにはこの気候変動政府間パネル IPCC というところが第4次報告を次から次へと出していったということが一つあります。他にも2008年、つまり今年から京都議定書が第1億機関に入るということで、 その京都議定書目標達成計画というのの見直しが行われていたために、それも非常に大きなニュースになる要因でした。で、そういったことに相絡まって、様々な、いろいろな、北極の氷が夏一番少なくなってしまったとか、そういうようなことが科学的にも実際に起きているということがあったので、非常に話題になりましたけれども、その IPCC についてちょっと簡単にお話しさせていただきます。ちなみにお手元の資料の中でこの気温上昇2度未満に抑えるためにというカラーのファクトシートがありますけど、これはIPCCの第4次報告を簡単にまとめたものです。これは環境 NGO が6団体ぐらい揃って一緒に作ったものです。ぜひよろしくご活用ください。で、まず第1次、 第1回ワーキンググループ1というのがありまして、自然科学の根拠ということで、皆様すでにご存知だと思いますけれども、ここで発表されたことは、すでに温暖化は起きていて、それは人間活動によるものだということが断定されたということがあります。で、それから、この過去100年の間に平均気温、世界の平均気温が 0.74 度上昇してしまったというのがあります。そして2030年までは 10年あたりに 0.2 度ずつもう上昇してしまうということが言われています。で、つまり2030年には 1.14 度まで上昇してしまうということが避けられない状況になっています。で、私たち環境 NGO はこのタイトルにもありますように、その工業化前に比べて 2度未満に気温上昇を抑えなくてはいけないというふうに言っていたんですけれども、それが非常に危うくなっているというのが現状です。で、ちなみにその 0.2 度というのがどのぐらい速い速度かというと、植物に言うと適用できる範囲というのは 10年間に 0.05 度C なんですね。ですから、その4倍の速さで気温が上昇していて、そうすると 適用できなくなっていって、絶滅してしまう植物が増えるということが想定されるわけです。で、現にこれがその影響の予測で第2ワーキンググループの発表なんですけれども、この赤い線が2度未満の2度のところの線です。で、これは90年からの気温上昇なので、ちょっとずれているんですけれども、この赤い線から左の方は を見るとまだ影響が少ない。で、右側に行くと圧倒的に水であるとか生態系、食料、沿岸域、健康の面で様々な影響が出て、そして生態系について今言ったような植物が絶滅するとか、そういうことも含めて最大 30% の種で絶滅のリスクの増加が増えて 2度を超えると出てくる。それからほとんどのサンゴが白化して死滅してしまうということがあります。で、サンゴの周囲にはものすごい様々な海洋生態系があって、それによって、いろいろな、
魚であるとか海に生きる生き物たちが、生きているわけですけれども、私たちの人間の生活っていうのはある意味でこの生態系の中で生かされているというふうに考えなくてはいけなくて、そして、その生態系がなくなってしまうということは即人間私たち の生命に危険が及ぶということなんですね。ですからこの生態系を守るということは私たち人間を守るということと同じことなんだということが言えます。で、5月にワーキンググループ3というのが発表されたんですけれども、これはどのようにして緩和をするかということなんですが、ここで報告されたことは、世界の削減ポテンシャルは大きくで、予想される排出量の伸びを相殺あるいは現在のレベル以下にすることが可能であるということを示しました。で、特にこの表で見ると建築部門とか、あと産業界でも農業の部門でもありますし、産業界およびエネルギー供給部門でかなり削減のポテンシャルがあるということが示されています。で、そのシナリオがいくつか示されたんですけれども、このカテゴリー1から6まであって、そしてそれぞれ のシナリオでよく見ていただきたいのは、その真ん中 の気候感度 の摂氏のところなんですけれども、何度上昇するかということなんですね。でそこを見るともう2度未満がないんですね。ですから2度未満がもうこの IPCC のシナリオからはなくなっちゃっているということがあるんですが、それでも2度から 2.4 度という範囲でのシナリオがまだ残っている。ですから私たちとしてはこのカテゴリー1を追求しなくてはいけない。でそのためにはその2000から2015年までの間に排出のピークを迎える。つまり排出CO2 っていうのは排出されてから大気中に非常に長い間滞留するので、今例えば排出をゼロにしたとしてもその効果が10年後とか20年後まで及ぶわけです。ですから今から削減政策を取らないと15年にそのピークを迎えることはできないということで、すごく緊急性があるわけです。でそれによって、15年にピークを迎えて、それから大幅に削減していくことによって2050年までに50から 85% ぐらい削減すれば、この2度から 2.4 度の範囲で収められるということが、可能性として出されたわけです。ですからこのカテゴリー1を私たちは追求しなくてはならない。